んにちは。今回は、装飾品の出現確率についてやっていきます。装飾品には様々なレアリテの装飾品が存在しますが、最終的に活躍する装飾品は、レア度の高い装飾品ばかりです。マスターランク24以降から装飾品を集める作業をしている人は、たくさんいると思います。実は昔よりも現在の方がレアな装飾品の出現確率がアップしています。今回は、封じられた玉に絞った出現確率についてやっていきます。まずはじめに、装飾品には抽選テーブルが存在するということを話していきます。マカレン金のテーブルではなく、同じレア度の装飾品でも出現確率が違うという話です。レア度12の装飾品でも何種類かあると思います。皆さんが初めに欲しいと思う装飾品が攻撃樹2とします。攻撃樹2と同じ出現確率のテーブルはこちら。どの装飾品も欲しい人がいるレベルの装飾品ですね。こちらのテーブルの装飾品は、バージョン 15.1 から確率が2倍になったという情報もあります。2倍といってももともと 0.1% の確率が 0.27% になったので出にくい装飾品には変わりはないです。封じられた玉からしか排出されない装飾品としては、一番確率が低いですが、封じられた玉の排出確率だけで見ると、挑戦2とか地学3の方が排出確率が低いのは驚きです。装飾品を集めるのもエンドコンテンツと言われていますが、最終的には運要素が非常に強いと思っています。装飾品の救済クエストもあるので、欲しい装飾品をゲットできていない方は、諦めずに周回をしてゲットしていきましょう。ということで今回は、装飾品の出現確率についてでしたが、皆さんどうだったでしょうか？かなり短い動画になってしまいました。最近では、第3波が来たというくらい同時接続数が増えていますね。案件なのかな？ってくらい有名 VTuber がこぞって配信を始めたのが要因かもしれませんね。これからも動画をアップしていくのでもしよければ見てください。動画を見逃さないためにぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。